フリーガーファウストは第二次世界大戦後期にナチスドイツで開発された携帯用対空ロケットランチャーである。フリーガーファウストとはドイツ語で航空機原骨や空飛ぶ原骨という意味。第二次世界大戦中の1944年の後半に入るとノルマンディ上陸作戦にてドイツ軍は敗北し、その後の西部戦線での制空権は 連合軍の手に移っていたこのことにより、ドイツ陸軍の多くは、前線に到着する前に、イギリス空軍、アメリカ陸軍航空軍の P-47 や P-51 といった戦闘爆撃機により、陸上兵器の多くを喪失することが多かった。このことから、前線のドイツ将兵の間では、ドイツ空軍はもはや当てにできないと判断。 陸軍自ら航空機を撃墜できる対戦車兵器であるパンツァーファウストのコンセプトを引き継いだ携帯型防空兵器の開発要請を陸軍兵器局に要請し開発に至ったものである陸軍兵器局からの要請を受けたライプツヒにあったフーゴシュナイダー AG は1944年7月に携帯用防空兵器の研究を開始し初期型が完成した 内径2センチメートルの方針4本を縦に並べた形状で最初の発射実験では MG151-24 のミーネンゲショスの創薬を抜いたものが使われた。これはパンツァーファウスと同様に無反動方式に発射されるものでまだロケット弾ではなかった。ついで2トルフラック38対空機関砲用の栄光榴弾の弾頭が使えるようになり、 この 19g の作薬を内蔵した 90g の弾頭にロケット推進体が追加された。これは初速と射程を増加させるもので一度に4発が発射され、最高速度は秒速380メートルに達した。この初期型はルフトハウスト A 型と命名されたが、テスト段階で目標に対し十分に弾幕が広がらないことから正式採用に至らなかった。 A 型は、その後改良され、発射管の口径を 3cm に拡張し、さらに発射管を6門に変更。弾薬に 330g の 3cm ロケット弾を使用したものを完成させたが、射程が短く命中率も悪かった。ため正式採用に至らなかった。外見の特徴としては、9門のロケット弾、発射用刀が一つに束ねられ、位置も塔内部に、 中央の一門を中心に周りを囲むように残り八門が並んで配置されている。発射は2層射式を採用し、射撃するとまず最初4門のロケット弾が発射され、0.2秒遅れて残りの5門が発射される仕組みであった。その他にも発射当前後にはグリップ及び片手が装着、筒の上部には簡単な横長標準装置が装着されていた。 完成したフリーガーファウストは、通常は専用の蛍光箱に収められ、即座に使用できるように5発のロケット弾があらかじめ装填されている。発射方法は、まず発射筒を肩に担ぎ、前方照準機で低空で侵入してくる、航空機に狙いをつけ発射する。有効射程は500メートル、最大射程は2000メートルで、目標に対し弾幕が広がって着弾するため、 命中率は非常に高かったようである。初期のフリーガーファウスとは開発元であったヒューゴ・シュナイダー AG で生産されたが大量生産を目的に工作精度は低く作られており、製作材料に関してもプレス鋼板を持ち特殊な資材は一切必要なかったため、その後は近郊の町工場でも量産が開始されている。しかし開発生産が 第二次世界大戦後期であったためか、ドイツ軍の輸送手段はのきなみ連合軍により破壊されており、ドイツ各地で大量生産されていたにもかかわらず、フリーガーハウスとは肝心の前線にはほとんど到着できなかった。総生産数は約1万問程度とされる。ありがとうございます。